はい、新しいお店を積極的に紹介、トッシーの腹ペコ管理人のトッシーです。まあ余談なんですけれども、虹の都、光の港、キネマの天地、蒲田行進曲といえば蒲田、羽根付き餃子発祥の地としても有名な蒲田ですが、この日蒲田でとんでもない情報をもらったので、紹介したいと思います。全国展開する手芸用品生地雑貨店湯沢屋は蒲田発祥。今日はナイスヘブンですと連呼している人たちがいると聞き、こちら京急蒲田へやってきました。早速ご案内します。京急蒲田駅改札を出てまっすぐ、突き当たりの自由さんを左に曲がり、歩道橋で国道15号線を渡ります。階段を降りて大田区産業プラザ方面へしばらく歩き、入り口を左に曲がります。まっすぐ歩き、酒屋新井屋さんを右に曲がると到着です。メイドインヘブンさんです。はい、食券制です。嬉しい大盛りまで同料金サービス。今日は油そば並盛りに反逆のスムージー、トッピングはライスボール、うずらにんにくと卵黄をつけて食べたいと思います。チケットを渡す際ににんにくを入れるか聞かれるので、ヘブンしたい人はぜひ入れちゃいましょう。反逆のスムージー180円、驚きの180円、安い。店主曰く、これから油料理を食べる前に野菜はこれで取ろう。ただしそれはヘブンへの反逆に値する罪、このことは政府に内緒だ、だそうです。冷たくてめちゃうま。油そば並み、トッピング各種。いただきます。圧巻のビジュアル。具はニンニクうずら、ライスボール、卵黄、メンマほうれん草、いわっちゅう豚チャーシューに煮込み肉とたっぷりニンニクです。まずは豪快に混ぜちゃいましょう。見るからに濃厚なタレ、ニンニクの香りがプンプンして食欲をかきたてます。しっかりと混ぜていただいちゃいましょう。注目の超極太もちもち自家製麺、信じられないぐらいぶっとい麺は、もち小麦を使ったまるでお餅を麺にしたような食感、濃厚で独特な香りのアジアンテイストなタレがふわふわもちもちの麺に染み込んで最高に美味しいです。これだけでもう Go to heaven。 序盤で混ぜたライスボールも麺と絡み、タレが染み込んだ旨味がバイバイプッシュ、さらに Go to heaven。 いやー、もう大盛りにしとけばよかったなとこの時も激しく後悔しましたね。
岩中豚のチャーシュー、肉感しっかり、噛むごとに旨味が味わえるタイプ。ニンニクうずらさん、香りよしのプリッと食感。煮込み肉サービスありがとうございます。トロントロンです。油そばおなじみの味変タイム。まずは辛ニラ、ほい、リンゴ酢、さーっと、自家製のラー油、ささーっとな。なんと魚粉までありますね。好きなんでたっぷりかけたいと思います。来ました、電動ミルブラックペッパーと思ったら、手動でした。はい、では豪快に混ぜていただきます。辛味と酸味のスペシャルハーモニー、もう間違いない。うん、まい。 Go to hell。 反逆のスムージーに始まり、圧巻の極太もちもち麺、さまざまな背徳の具材たちに終始ヘブンしまくりでした。スープ割りはなんとまたまた驚きのジャスミンティー。入れすぎご用心、レンゲで1杯程度入れましょう。さっぱりと爽やかにラストスパート、これは本当美味しいですね。あっという間の完飲完食、大満足でした。ごちそうさまです。 Go to heaven。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。